にちは、オートショップウッドペッカーの森永です。今回ご紹介するお車は平成20年式ホンダシビックタイプ R、 走行10万6000キロです。はい、まずは内装からのご説明です。こちらはシビック FD2 という型になるんですが、グレードは最初の動画を見てもらったら分かると思うんですけど、タイプ R ですね。で、一応型は全機能になっております。で、こちらの車両ですね、非常にカスタムパーツが多く装着されていますので、そちらの紹介と、あと傷やへこみの具合も兼ねて紹介していきたいと思います。まずボンネット周りですが、ボンネットもですね、ちょっと動画では映りにくいとは思うんですけど、この辺ですね、若干飛び石、ちっちゃい飛び石の跡がございます。で、はい、まずグリルが車外のものに変わっております。で、縁が黒で、中こちら網が貼られています。で、バンパー周りも特に大きい傷等はございません。で、リップスポイラーもこちら車外のものが装着されております。純正はですね、ついておりません。で、車外にリップスポイラーが装着されております。次、横側ですね。横側はフェンダー周りも特に若干の傷等はありますが、へこみ、下地が出るような傷等はございません。はい、そしてホイールがですね、こちらレイズさんの T37、SL ですね。まあ、ガンメタになっていて、非常に白と相性がいい、足元が引き締まっております。でも、すごく存在感があるものが奥に見えるんですけど、こちらキャリパーもエンドレスさんのキャリパーに変わっております。で、ローターも同様にスリット入りのローターに変わっております。はい、で、ドア周りも特に傷、へこみ等はございません。で、屋根もですね、このチャンピオンシップホワイトというのは結構色合わせ等があったりするんですが、まだまだ抜群に艶が残っております。で、こちらリアのホイールもですね、レイズさんの、すみません、ちょっと型がわからないんですけど、グラムライツですね。こちらもフロントと同様の色に合わせられていて、非常に引き締まって見えます。はい、で、後ろ回り行くんですが、こちら、前期と最初説明いたしましたが、これだけ見て分かるなら結構マニアックな方だと思うんですが、テールライトが後期のものに交換されております。そして、まあ、反対側ももちろん交換されていますね。で、傷等はこの辺ですね、ちょっと釣りますか、ちょうどウィングの真上に若干傷がございます。で、ゲート周りも、エンブレムもしっかり残っていて、バンパーですね、で、バンパーも車外の
イヤーディフューザーを装着されています。でちょっとこの辺ですね、傷等はございます。でマフラーもちょっと下回りの時に後で説明するんですが、マフラーも車外のものに交換されております。で反対側ですね、反対側も、大きい傷へこみ等はございません。でこちら一応車高がちょっと低いように見えるんですが、車高帳が装着されています。こちらも下回りの時に詳しく説明していきたいと思います。傷等も特にございません。ツヤもまだまだ抜群に残っております。以上外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。もうちょっとタイプ R なので、この独特な赤色で、こちら専用のタイプ R 専用のセミバケットのシートですね。でフロアカーペットも赤で、このフロア絨毯もこちら全部赤になっております。こちらも標準ですね。でペダルもこちら、一見車外のように見えるんですけど、こちらも標準です。でシートの状態とかを見ていきます。まあ、助手席は結構比較的綺麗なものが多いので、まあ、もちろんこちらも綺麗です。で運転席ですね、ものすごく大事にされていたんでしょうか、もうシワ一つちょっとないぐらいで、若干寄ってるんですけど、結構セミバケット、特にこの何て言うんですか、この生地、この生地のタイプですね、乗り降りを繰り返してるとテカテカに光ってきたりとか、あとすぐこういうちょっと今押しますけど、まあ、形が崩れてきたりとか、やっぱどうしてもこの辺足が当たるのですごく潰れていたりするんですが、ちょっと10万キロとは思えないぐらいめちゃくちゃ綺麗な状態となっております。シミ一つございません。でフロアカーペットもですね、若干その使用感はございますが、大きな結構ですね、やっぱりオルガン式のペダルなんで、この辺かかとが一番よく当たったりとか、あとクラッチとかの方ですね、ここが重点的に破れてたりするんですが、ものすごくまだまだ原型をとどめております。めちゃくちゃ綺麗です。はい、で一応前期回後期と言っていいんでしょうか、テールランプが変わっておりまして、でも後期のもう一つの特徴といえば、はい、こちら電動格納ミラーがついております。で普通はですね、前期だとここ、今指で隠しているところのスイッチがありません。このミラーだけを動かすタイプで、格納はついてはいません。でこちら本当見せかけではございません、ちゃんと格納も、まあ、今ちょっと開いている状態なんですけど、格納もしっかりできてちゃんと機能しております。で、まあ、もちろん内装も綺麗ですね。赤色とかは特にちょっと汚れが目立ちやすいんですが、結構綺麗な状態だと思います。で後ろもちょっと見てみましょうか。はい、後ろもですね、このようにめちゃくちゃ綺麗な状態です。
天井もですね、変なへこみとかたるみも一切ございません。10万キロということなんですか、ちょっと確認しましょうか。10万6千キロですね。で、すいません忘れるところでした。ナビも装着されていて、ちょっと今これエンジンかけてないんでピコピコ言ってますけど、こちらグレッティのデジタルのメーター、水温4、油圧は今エンジンかかってないんで0です。トゥインマニアーズ、まあ、これ OBD のカプラーから撮ってるんでリアルタイムで表示されることになります。でこちらもついております。でステアリングをですね車外のものに変わっていて、シフトノブも、無限のカーボンのシフトノブに変わっております。でこちらですね、見えますかね、 VFC2、VTEC コントローラーになっております。非常に、ワクワクする部品がたくさんついておりますので、おすすめの1台となっております。以上内装のご説明でした。はい、続きましてエンジンルームとトランクルームご説明をいたします。エンジンルーム、サビ等は、面識的にはない部類なので、ちょっと汚れ具合とかその辺見ていきたいと思います。めちゃくちゃ綺麗ですね。で、はい、であと変わってる部品等も説明していきます。もうまず目の前のものから、無限の、エアクリーナーキットが組まれております。フェンスの中で圧を稼いで一気に吸ってやるっていう感じ で、そのついでにホース等も一緒に交換されております。でラジエーターのホースもですね、スプーンスポーツさんのホースに交換されております。でこちらもタイプ R なので伝統的な赤ヘッドで、VTECですね。で昔の VTEC と違って結構もう本当にパワーがモリモリっていう感じで、下から上まできっちり使えるようなエンジンで、非常に街乗りからサーキットまでオールラウンドで使えるようなエンジンとなっております。で樹脂系もですね、結構この辺もめちゃくちゃまだ綺麗で、すごくツヤ感があっていい状態だと思います。はい、続いてトランクルームに参りたいと思います。はい、トランクルームですね、ちょっと一部内装がなかったりはするんですが、多分これちら車庫帳減衰をいじくるときにやっぱりどうしてもこういうのが邪魔になってくるんで、内装一部切り取っております。でこういうパフォーマンスバーも装着されています。でこういう結構ですね、シビックスポーツカーなので
トランクルームがめちゃくちゃ広いです。で後ろですね、大人が乗っても全然窮屈にならないぐらいの広さなので、後部座席ですね、後部座席の、後ろ大人が2人乗っても全然余裕のあるぐらいのスペース で、しかも後ろに荷物も積めて、それでいて速いと、個人的になんですが、すごくいい車だと僕は思っております。はい、以上エンジンルームとトランクルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。サビ等ちょっとこの車に関してはほぼないに等しいので、と傷や、まあやっぱりエンジン、オイル漏れ等の状態、まあ、オイル漏れもないんですが、その辺もよく見ていきたいと思います。あとはその装着部品とかですね、そちらの方も重点的に見ていきたいと思います。で、まず外装のご説明でも言ったと思うんですが、車庫帳ですね、メーカーがですね、いんですが、レーシングギアさんの車庫帳が入っております。で反対側を戻るようにレーシングギアさんの車庫帳ですね。でリアもですね、もちろん入っております。でちょっとこちら分かりにくいとは思うんですが、一応ですね、肉眼だとスプーンさんの一応プレートが入っています。で一応ロット番号も綺麗にまだ残ってるんですが、車外のオイルパンが入っております。シビック系ですね、まあ、この型に関しては結構純正のオイルパンだと偏りが激しく、エンジンに、まあ、普通の走行してれば大丈夫と思うんですが、まあ、予防ということで偏りがちょっと激しいらしく、結構このスプーンさんのオイルパンが装着されている確率が高いですね。こちらの車両ももちろん装着されています。まあ余談なんですが、僕の車もですね、買った当初からちょっとこのオイルパンが入っておりました。で、まあ、あとはホース関係ですね。でちょっとエンジンルームの時にはご説明できなかったんですが、アルミのですね、車外のラジエーターが入っております。で内装の時にですね、すいません、僕が VTEC コントローラーというふうに言ったのが、こちらが後々調べてみるとファンコントローラーだったものみたいで、エンジン切った後に一時ファンが動くような制御をさせてあげるコントローラーとなっております。そして本当にですね、ちょっと この車すごいカスタムパーツがたくさんついておりますので、できる限り紹介していきたいと思います。でもうちょっとこの形見たら分かるんですけど、車外の駅前にタコ足が入っております。でずっと来るともうフロントパイプからキャタライザーといいますか、触媒がサードさんのもので、リアの、センターマフラーからずっとリアピースまでは、このちょっとセンターパイプはメーカーわからないんですが、こちらのサブタイプは戸田レーシングさんのものが入っております。でリアのマフラーですね、とちょっとこちらもメーカーがですね、分かりにくいんですが、材質が
ーフチタンというんですか、ここは線なんですけど出口だけチタンで、まだ綺麗で、このチタン独特の焼き色がすごく綺麗で、擦り傷は若干ございますが、破れとか排気漏れまで行くようなものではございません。で、はい、こちらリアも車庫調レーシングギアさんですね。で、後ろのアパーム、上のアームですね、が車外のものに変わっており、メーカーが、はい、ちょっとピントが合わないですが、見えますか、ジェイズレーシングさんのアームが左右ともに入っております。で、下回りもですね、特に激しく擦ったような跡はなく、外装同様にめちゃくちゃ綺麗なものとなっております。そしてこれは外装の時にご説明しましたね、リアのディフューザーが装着されております。はい、そしてちょっと最後に補足ですが、リップスポイラーの下の方が擦り傷がございます。上からっていうか正面から見ると特に見えることはないんですが、一応説明をさせていただきます。カスタムパーツも非常に多数ついており、なかなかおすすめの一台となっております。以上、下回りのご説明でした。